セルマン・エイブラハム・ワックスマンは、アメリカ合衆国の生科学者、微生物学者、ウクライナ出身のユダヤ人、土壌生物由来の有機化合物と、その分解を研究し、ストレプトマイシンなどの抗生物質を発見した。ラトガース大学の生科学、微生物学の教授として40年務め、その間に20を超える抗生物質を発見した。 抗生物質という単語自体もワックスマンが考案した。彼は特許から得られた収益で微生物学の研究のための基金を作り、ニュージャージー州ピスケイトウェイにあるラトガース大学物種キャンパス内にワックスマン微生物学研究所を作った。結果に効果のある初めての抗生物質であるストレプトマイシンの発見により、 ワックスマンは1952年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。ロシア帝国領であった、ウクライナのキエフ近郊にある町ノバープルイルーカで、ユダヤ人の両親のもとに生まれた。オデッサにある5つのギムナジウムから入学許可証を受け取った。直後の1910年にアメリカ合衆国に移住し、6年後アメリカ合衆国に帰化した。ワックスマンは、ラトガス大学に入学し、 1915年に農学の学士号を取得。翌1916年には修士号を取得した。卒業研究では J.G. リップマンの下で土壌微生物学の研究を行った。その後、カリフォルニア大学バークレー校のフェローとなり、1918年に博士号を取得した。彼は再びラトガース大学に戻り、アクチノマイシン、クレバシン、ストレイプトスライシン、 ストレプトマイシン、グリセイン、ネオマイシン、フラドソン、キャンディスイデン、キャンディデンなどの様々な抗生物質を発見した。このうちの2つ、ストレプトマイシンとネオマイシンは多数の感染症の特効薬であり、ストレプトマイシンは結核にも効果があった。またワックスマンは、抗生物質という単語を作った。ワックスマンは1973年に亡くなり、マサチューセッツ州、ウッズホールにある、 クロウェル墓地に葬られた。彼の墓石には、セルマン・エイブラハム・ワックスマン、サイエンティストというシンプルな文字と誕生日、死亡日の日付とともに、ザース・イル・オープン・アンド・ブリング・フォース・サルベーションという、イザヤ書45、8の一節が、ヘブライ語と英語で書かれている。ワックスマンは、学部生時代からストレプト・マイシンなどの研究を、 行ってきたが、抗生物質としてのストレプトマイシンの発見者の座を、自身の教え子の一人アルバート・シャッツと激しく争うことになり、最終的に訴訟にまで持ち込まれた。訴訟の結果、ワックスマンは、シャッツに相当額を支払い、ストレプトマイシンの共同発見者とすることで、決着した。発見したのは、シャッツだが、シャッツは、ワックスマンの研究室で、ワックスマンの装置を使い、 ワックスマンの指導の下で、ワックスマンの技術を使うことによって発見できたことからである。彼は1万の株を調べ、予備実験によってそのうち1000株だけが細菌を殺すことが分かった。そのうち100株を続く実験に回すことができ、10株から抗生物質が単理された。そのうちの一つがストレプトマイシンであった。ストレプトマイシンを生産するのは、ストレプトマイ接続の放線菌である。 ストリプトマイシンと同様の方法でネオマイシンも放線菌から分離された。ワックスマンの下で研究を行っていた大学院生のユベール A レチャバリアが発見し、この発見は科学史サイエンスに掲載された。結果に効果のある初めての抗生物質であるストリプトマイシンの発見に対して贈られる1952年度のノーベル生理学。 医学賞の受賞者にシャッツを含めるか否かについては論争があった。しかし、ノーベル賞は発見そのものだけに対して贈られるのではなく、発見に至る理論や技術の開発に対して贈られるという見方が強かった。ワックスマンは特許で得た収益の半分を使って1951年にワックスマン微生物学研究所を作った。 1951年7月に開かれた基金の受託者を集めた会合で彼はニュージャージー州にあるラトガース大学物資キャンパスの敷地内に自身の名を冠したワックスマン微生物学研究所を建設すると表明した日本ワックスマン財団慶応義塾大学品の町キャンパス1952年12月ノーベル賞受賞式の記と慶応義塾大学医学部 北里柴三郎生誕100年祭の昌兵により来日した際に日本ワックスマン財団が設立された。セルマン・ワックスマンは著者、または共著者として400以上の学術論文と28の本を出版した。ありがとうございます。